三銃士は、アレクサンドル・デュマペールによる小説。1844年に、新聞、世紀に連載された。フランスの片田舎ガスコーニュ出身の立身出世を、夢見る若者ダルタニャンが、銃士になるべく都会パリに出てきて、銃士隊で有名なアトスポルトス・アラミスの三銃士と協力しながら、次々と迫り来る困難を解決していく物語である。フィクションだが、ダルタニャンをはじめとする実在人物やラ・ロシェル包囲戦などの史実の出来事や人物が多く登場する。兄弟の銃士とは、もともとは最新式のマスケット銃を装備した乗馬不評で、竜騎兵の一種だが、三銃士の中では銃撃戦は少なく、剣での付き合いが主になっている。日本では三銃士のみが有名だが、三銃士は第一部に過ぎず、全体の分量からも4分の1以下である。続編に第2部、20年後と第3部、ブラジュロンヌ子爵がある。3部作をまとめて、ダルタニャン物語と呼ぶ。三銃士とダルタニャンところは、フランス王国、時は、ルイ13世の治世。ガスコーニュ出身の田舎貴族ダルタニャンは、銃士になることを夢見て、パリに出てくる。ところがパリへの道中で、謎の騎士に紹介状を盗まれてしまう。なんとか、この銃士隊長トレビルへの謁見を成功させたが、またも謎の騎士のせいで、トレビルの行為を無下にしてしまった。挙句、成り行きで、銃士隊でも三銃士として、名を馳せるアトスポルトス・アラミスと決闘をする羽目になる。ダルタニャンは決して三銃士との決闘に赴いたが、アトスとの決闘を始めた途端に、枢機卿、リシュリューの護衛士が現れる。過去の因縁から決闘は中断となり、三銃士と護衛士の戦いとなる。ダルタニャンは三銃士の仲間として護衛士と戦うことを選び、枢機卿派きっての剣閣呪策を下して三銃士側を勝利させる。この事件でダルタニャンは三銃士の仲間入りを果たした上に、トレビルや国王からも一目置かれる存在となる。ある日、ダルタニャンは、家主、ボナシューの依頼で、彼の妻である王妃の下にかかり、コンスタンスを探すことになる。ダルタニャンはコンスタンスに恋をし、そこから、枢機卿、リシュリューの陰謀に陥れられる寸前の王妃、アンヌ・ドートリッシュの危機を知る。強引に、コンスタンスの依頼を受けたダルタニャンは、バッキンガム公爵からダイヤの飾り紐を返してもらうため、三銃士と共に、イギリスを目指す。一方、イギリスでは、謎の貴婦人ミレディが暗躍していた。フランス・イギリス第一部、三銃士の日本語訳は、講談社文庫、角川文庫、岩波文庫で完全訳され多く重版されている。また児童書としても、数多くの訳が出版されているが、こちらは小訳である。第2部や第3部を読んでゆく場合は、注意が必要。全訳は、講談社文庫版のみで、この版は後に、復刊 .com で出版されている。詳しくは、ダルタニャン物語、日本語版についてを参照。三銃士は、数多くの映画化、アニメ化などされている。ダルタニャン物語関連映画、及びテンプレート、ダルタニャン物語も参照。また、切っても切れない友情を表現する意味で、三銃士という設定だけ流用されることもあるが、この場合には、主人公が三銃士の一人となっていることが多い。これら、名前の流用については、三銃士を参照。ありがとうございます。